はい、こんにちは、ピックアップアップルのカッパです。今月2月14日はバレンタインです。で、今日は私が作ったチョコをピーマンに食べてもらいたいと思います。結構頑張って作りました。可愛くラッピングもしました。こっちに移してください。こんな感じです。そのピーマンくんを呼びたいと思います。どうぞ。最初からずっと聞いてるんだけど。こんにちは、ゆうピーマンです。ゆうピーマンです。何急に。だってバレンタインだもん。あ、そうなの、うん、今日2月5日ですけど。食べさせられるかい。なんか今日、はい、てか去年作らんかったんだわ、チョコ。だったっけ。去年作ってなくて、なんか買ったやつを。あ、もらったわ。そう、いろんなチョコを袋詰めしてみんなに配ってたんだけど。もらいました、ポーチの中に入ったチョコじゃない、ポコンみたいなやつだった。そう、覚えてない。覚えてないんだけど。で、今回は頑張って作ったの。うー、ホワイトチョコと普通のチョコ。チョコ好きだっけ、うん、でもあんま食べてるとこ見ないんだよね、ピーマンはチョコ。食べてください。白から食べてほしいな。可愛いでしょ。普通じゃん。普通じゃないよ。普通じゃないの。いや、普通だけど、なんか。いただきます。何、白から。白から食べてほしい。ちゃんとレポしてほしい。レポしてほしい、うん、だってこれからいろんな人に配るわけだしさ、試作品みたいな感じ。俺実験台なんだ。実験台辛いわ、もう。いただきます。ガチして、噛んで食べて。ホワイトだけです。うまい。普通にチョコ、うん、美味しい美味しい。美味しいでしょ、うん、うん、美味しいです。なんか話してよ。豆まきしましたか。しなかったです。多分今年家におにぎる。マジ。まだね、外出てもらってちょっと早く出てもらってよ、うん、しかも俺んちね、部屋がさ、うん、豆で散らかんの嫌じゃん、掃除だるいし。え、違うよ、ゆう、うん、豆まきってさ、窓から外に投げるんだよ。そうなの。家の中でボンボン投げまくるのじゃないのえ、だってさ、だってそれはさ、鬼がさ来た時に鬼に向かって投げるじゃん。でも鬼がいない家は来てないからさ、こう窓から投げるんだよ。そうなの、うん、俺家の中で撒いてたんじゃん、それ昔ね。散らかんの嫌だから、うん、あの小分け袋みたいな、あれ、うん、それいっぱい小分け袋ごと投げてた去年とか。意味ないから。そう、鬼は外スクワーウチって言って投げてました。もういいよ、黒食べて、ね、長いから一口で食べて。これ嘘でしょ。だって長いもん。いただきます。何、一気に食べんの。うん、食べて。感想言ってね、ちゃんと。さっきみたいに。いや、こっちまずくない。ホワイトチョコ食べたくて、なんか変な味する。足の鏡とって。何普通だよね。変だった。待って、いや、なんかやばい。正直言っていい、めっちゃまずいめっちゃまずい。え、焦げ味する苦い、めっちゃ苦い。出したい、めっちゃ本当そんぐらいやばい。使い古したやつはいいこれドッキリなんだ。決めろ。何やかお前。あのさ、カカオ 95% ってチョコ知ってる？昔友達の家で食べたことがあって。めっちゃ苦い。やっぱりだってさ。え、よこせ言ってんだろうが。あのさ、ね、違う。苦いもん。聞いて、あのね、カカオ。やばい。喉を通らんわ。え、そんなに。噛んだらやばかった。ああ、はい。これさ、うんこ。モザイクしてまずっ。ピーマンはお前めっちゃホワイトチョコ美味しかったのに。正直にまずいって言いました。ダメですね。ダメよか。ダメよです。はい、まずさっきさ、うん、歯黒くなったし、めっちゃ黒かったし、まずかった。ごちそうさまでした、はい、ありがとうございました。こんにちは。こんにちは、カッパです。アッポです。バレンタインのチョコを食べてもらいます。イエーイ。え、かわいい。ピーと同様。食べてください。いただきます。これさ、みんなにさあげるさ
なんか試作品みたいな感じだからさ、うん、なんかあったらいろいろ行ってきてほしい。いいよ。じゃあまずホワイトからちょっとね。じゃあリタンはホワイトと普通のどっちが好きですか？チョコ。普通のチョコの方が好き？抹茶が好き。イエーイ。あー、うんふん、うんふん、うんふん。ほんと？よかった。うんふん、うんふん。なんか去年より美味しくなってない？マジ？うん。適当に。てか去年作ってねえし。聞きましたか？お嘘つきました。今今まで食べた中でカッパの一番美味しい、うん、ね、何年か前一緒に作ったよね。チョコレート一緒に作りました。すごい。かわいいっしょ、うん、いただきます。チョコ、あ、ホワイト美味しいかも。ピーマンとめっちゃ速度が違いすぎるんだけど、食べるピーマン早い？めっちゃ遅かった。うまいうまい、うまうま、うん、すぐ口の中で消えるの。褒めすぎかな。もっと褒めてくれたっていいんだけど。硬い。では最初の食事目はね、うん、な、苦っ。美味しいんでしょ。うん、うんうんうん。最初にホワイト食べたのが、美味しいでしょ。うんうんうん。何？1年生には早い。何？でもえ、どうだった？ホワイトはえ、飲み込んだ？うん。え？これ超苦いやつだよ。うん、すっごい苦い。なんで知ってるの？ドッキリだもん。なんなの？痛い！すっげえ苦かった。やっぱり。うん、あのさ、すごい言えなかった。頑張って。優しいね、リッ。いや、違う、本当に、ま、苦いはず、うん、すごい苦かった。だってピーマン出したもん。マジで、うん、優しい。リッタン恥ずかしい。苦かった。いや、めっちゃ苦かった。言えんかった。うん、でも美味し美味しくないでしょ。ホワイトが美味しかった。今言ってみ。クソまずい。でしょ。はい、リッタンは頑張って食べてくれた。じゃあこういう企画なの？うん、あ、やっと分かった気がした。言ってくれるか、うん、まずいって言うのか、それを隠しておいしいって言ってくれるのか。でもリタ飲み込んだ、すごいよ。うん、苦まだムラムラしてる。あ、違った。あの、もぞもぞしてる。イエーイ。なんかさ、無理やり締めようとしないで。優しい子。うん。ありがとうございます。バイバーイ。チャンネル登録は？チャンネル登録とよろしくお願いします。ピーカッパーアップルでした。バイバーイ。バイバーイ。めっちゃまずい。